カルガレニの戦いは、1595年8月23日、ミハイユー観光が率いるワラギア公国軍と皇者、シナンパシャ率いるオスマン帝国軍との間で行われた戦闘である。この戦いは16世紀末から17世紀初頭にかけて繰り広げられた、オスマン帝国とヨーロッパ諸国とのオーストリア・トルコ戦争の一翼をなすものだったが、この時オスマン帝国軍は、 約10万名の兵力を有していた。ただしその全数がこの戦いに参加していたわけではなく、実数は3万名から4万名程度であると推定される。一方のアラキア軍はトランシルバニアからの成形人用兵隊を含む約1万6千名の兵と12門の大型野砲を有していた。兵力の差が大きいため、 未俳優観光は自軍をネアジロブ川付近の湿地近くに配置することで数の不利を補うことを狙った。この場所は軽々に村の南に位置し、ネアジロブ川にその支流が注ぎ込むところで地盤は軟弱であり、さらに森に囲まれるという地形だった。対岸からはネアジロブ川に架かる小橋があり、これは軍を溶かさせる上で重要な地点だった。この戦いは、 主に三つの局面からなる。まず両軍の騎兵同士の戦闘が始まり、ここでは、ワラキア騎兵は、オスマン帝国軍騎兵をネアジロブ側の対岸に、駆逐した。この時、ミハイユー観光が率いる1万名の兵と10門の大砲は、川の北岸に陣取り、成形人の傭兵隊は、ワラキア軍本体から離れた、カルガレ村の北西に予備として位置していた。 この傭兵隊の配置は、オスマン帝国軍の迂回攻撃に備えてのものだった。騎兵同士の前哨戦の後、シナンパシャは1万2千名の部隊を前進させたが、ミハイ友観校は、このオスマン帝国軍の部隊が渡過すると、激しい砲撃を加えた後に攻撃して、川に追い落とした。正午頃になって、シナンパシャは、手持ちの全兵力の投入を決意し、 左右の両翼での陽動の間に、イエニチェリ軍団が正面攻撃を仕掛けた。このイエニチェリ軍団の攻撃は阻止されたが、その間に、オスマン帝国軍の騎兵は、戦場の東側に位置する浅瀬から溶かして、ワラキア公国軍の左翼を脅かした。オスマン帝国軍の攻撃に、ミハイユー観は大砲を放棄して、軍を軽々に村の北側に退かせて、 オスマン帝国軍の前進を食い止めた。その後石膏に出ていたワラキア軍の騎兵が戻ると、この騎兵が迂回軌道を行う間に、ワラキア軍の反撃が始まった。これによってネアジロブ川の北岸に溶かしていたオスマン帝国軍は狭い場所に押し込められる格好となった。ワラキア軍の反撃は、橋のたもとに到達して一度は放棄した大砲を奪還するに至り、 その砲撃により、オスマン帝国軍の損害が増す結果となった。この形勢を見て、シナンパ社は、戦局の挽回を図って、新衛隊を率いて前進しようとしたが、ワラキア機兵が背後を約するとオスマン帝国軍は、混乱し、ついには、ワラキア公国軍は、オスマン帝国軍の野営地に至った。敗走する中で、シナンパ社は、乗馬から振り落とされて、泥沼に転落したが、 自身の奴隷によって救い出された。一方のワラキア軍は右翼側にオスマン帝国軍の部隊が出現したために追撃を断念し、ミハイユー観光は全軍をこの部隊に差し向けこれを退けた。この戦いでのワラキア広告軍の損害は最低で1000名。一方オスマン帝国軍は1万名から1万5000名を失った。しかし、ミハイユー観光はなおも 敵との戦力差が大きいことを自覚していたことから、夜のうちに北に向けて、自軍を退避させた。さらには、ブカレストとトゥルゴビシュテを放棄して、北方のルカールブランカイド付近で東映に入った。一方、シナンパシャは、ブカレストに入場し、ここにメフメトパシャの1万名の部隊を置いた。また、トゥルゴビシュテには、これとは別に1500名の守備隊と30門の大砲を配置した。 オスマン帝国軍はさらに前進して、ワラキア公国軍の正面に展開したが、敵に攻撃を仕掛けることはなかった。9月6日になって、トランシルバニア港、バートリ・ジグモンドが7500名の騎兵を従えて、ミハイユー観光のもとに到着した。さらに10月の上旬には、オーストリアやイタリアのトスカーナ大公国からの援軍も到着し、これらの連合軍は、 オスマン帝国軍を撃破して、トゥルゴビシテやブカレスト等を奪還していった。ボグダン・マージェスク、オビダ・クリースタ、ヨア・ムレル・ポップ・マリウス・ダヤコネスク、エー・キャスタ・ゴット・ミハイ・ワイ・ティーゼル・ベテイリア・デラ・コログリニー。イストリア、2010年4月26日閲覧。ハルーク・アーフ、デブレット、キタビ・ビイン・ディリウム・インサット。ありがとうございます。